深呼吸をしてほしいんですけど、もう今除霊入ってます？ちょっと、うん、一旦重いと思うんで流すんで、ちょっと除霊じゃ何か別にアクションするわけじゃないんだけど、はい、じゃあ除霊をね、肩開いてもらって、はい、で1,2,3,4 で息を吸ってください。4つの間息を吸っていただいて、8で全部吐き切ってください。8個とりあえず。そうすると少し体がちゃんとあの酸素も回るようになるし、それは大切なので一旦落ち着いてください。落ち着けないかもしれないけど、はい、できるだけ、はい、そんな感じで、そんな感じで、引っ張られますね。引っ張られてます。引っ張られてる。おかしいね、僕からだ。引っ張られてますよ。で、さっき2回やっていただいたんで、もう1回やってもらっていいですか？3回ぐらいが多分ちょうどいいと思うんで。ちょっと落ち着いてきましたね。なんでだろう、ちょっと落ち着いてきたかもしれない。よいしょ。もしかしたら体が温かくなったり、はい、血流が余計に流れると、はい、血流が余計に流れるとゆりだるさを感じる可能性もあるんですけど、はい、それは、一種の現象だと思ってください、はい、それはあのなんだろう、少し体が軽くなると感覚が変わるはずなので、はい、あとは眠気を帯びる可能性があります。眠気を、ちょっと疑ってる人いるんで、なんか LINE の公式かなんか見せれますよね。ちゃんと LINE の公式は見せれます。私クリエイター用のあれですけど、ちゃんと活動してる人だから、みんな俺今日ね紹介してもらったけど、うんうん、ちゃんと大丈夫ですよ、うん、何か証明できるものがあれば。何がいいんでしょうか、うん、もう疑う人は別に疑ってもらって大丈夫です。そういう人ずっと信じられないと思うんで、はい、公式 LINE のアカウントのホームページみたいなのでいいんかな。あ、ま、ありがとうございます。もしくは、はい、なんかね見せてもらえれば、ライブ配信サイトのアカウントとかでいいですか。あ、なんかそれ公式サイトの方が一応、私公式ないんでしか作ってないので。ああそうなんですね。何かホームページ的なのは無理ですかね。まあ無理なら大丈夫ですけど、
どこから見れるんだっけ、はい、ごめんなさい、私そういうのあんまり得意じゃないからね、ほんと。タイムラインを見てもらえば分かるんかな。これとかでよかったらね、どうですか。あ、そうそうそう、それはあの私のアカウントのそれぞれの SNS のリンクとかなんで、一応こんな感じで活動してる、しっかりしてる人なんで、はい、ね、よろしいですか、はい、じゃあ僕はこんな感じ、まだ、うん、はい、まあエネルギーはちょっとここにいる間私流しておくんで、はい、さっきチューニング少しして、はい、あの流したんですけど、はい、一応レイはもういないですか。いないっていうか悪さしない状態に今してくれてます。悪さしない状態に取り除いてほしいんですけど、入れってわかります。はい、入れ意味わかりますか。入れっていうのは要は何かしてほしいこととかそういうのがあるので、はい、そういう人たちっているので、はい、はだいたいお話聞けば基本的に収まってくれます。あ、そうなんです、はい、いなくならないんですか。そういう存在の人たちはいるはいるんです。ずっといるんです。はい、肩から取れないんですか。ねえ、なんでなんかこれはどう説明したらいいかな。除霊してほしいんですけど。いるはいるんですけど、悪影響はもたらさなければ別に放っておいても、ね、平気なんですよ。この重いのなくなるんですよ、じゃあいても。うん、であとはやってほしいのは、はい、お風呂に入るときに、はい、お清めをしてほしいです。お清めですか。はい、日本酒か、はい、もしくは、はい、岩塩があるんですけど、はい、ヒマラヤ岩塩で食用もしくは食用の方が優しいので。博多の塩じゃダメですか。まあとりあえず博多の塩でも OK ですけど、はい、それはしてほしいです。多分その方がもっと軽くなるんで、はい、でエネルギーは流してるのでだいぶ体的には少しずつ流れは良くなるはずなんですね、はい、で目に見えない存在の人たちの話をちょっとすると、皆さんがちょっと打ち入りがちでちょっと考えてるのに、まあ結構違うところが、うん、普通にいるんです。普通にいるんですけど、チャンネルが合ってないと見えなかったりするだけなんですね、単純に。見えなかったり。で、なので感覚が鋭い人は見えないものもキャッチできるからそういうのもキャッチするんですけど、そういうシステムみたいになってるんですね、うん、でちょっと次元が低くなってるっていうのがあって、うん、はい、結構そういう感じを受けたりするんですけど、はい、まあ、ひとまずある程度のお話は聞いたのでそこでだいぶ軽くはなってるはずなんですけど、はい、それだけでもね、はい、で生きてる人の方も、うん、やってほしいのか、うん、私は特にそういういろんな思念みたいなのも結構もらってきやすい、もともとそういうエンパスっていう体質なんですけど、うん、エンパスっていう体質なんですけど、はい、お塩とか岩塩使って、はい、で自分にとっていらないものも排除するっていうことを結構考えます、はいはいはい、うん、考えるというかそれをやるんですね、はい、必ず、はい、私の水晶で足りてくれるかしら。私の水晶でちょっと、はい、少しもう少し軽くなるかな。どうする、ポロポロやる。あ、そうですね、はい、やる。ごめんなさい、皆
さんね、ちょっと今席離れてるんで、ちょっとナイスだけお願いします。もしかしたらもう少し軽くなってくれるかもしれないです。この水晶どうぞ、はい、この水晶ちょっと握りにしといてください。握りにいいですか。握りにしといてください、はい。じゃあもう少しエネルギー送りますね。はい、よいしょ、よいしょ。で、あの肉体持ってらっしゃらない方はの方のあれは、うん、ちょっと向こう側にお帰りいただくんで。あ、いいです。それは向こう側にあのお帰りいただくので。向こう側っていうのは霊界ですか。うん、あの世って言ったらいい。はい、あの世って言ったらみんなに伝わるのかな。あの世、別の次元にちょっとお帰りいただくんで、はい、本来いるところに、はい、多分配信者さん結構、はい、あの関わる人数が多いから、はい、いろいろもらってきやすいので、はい、そういう意味でさっきあのちょっとお清めっていうか時々でいいので、はいはいそういう風にしてもらった方が多分体が重くなりにくいと思います。ありがとうございます。すいません。もう、はい、うん、あ、今度は、うん、するといいアドバイスカードで1枚なんか引きますね。あ、最後アドバイスカードですか。ここ引きますね。これちょっといいですか。はい、こちらがですね、神聖気何学、これ神聖気科学って読みます。神聖気科学ハッピーミラクルスパイラルカードです。普段あの疲れのことも結構気が病むこととかも、はい、あると思うんですけど、はい、あのなるべく誰か話せる人がいた方がいいですよ。あ、やっぱ最近そうですね。あのそれは自分の中での責任感みたいなのとか全部肩に乗っかって重くなるっていうのもあるので、はい、自分の気持ち的なものも関係するので、はい、最近なんかトラブルがあったんですか。いや、トラブルというかもう誰にも悩みを打ち明け、まあリスナーさんにはね、うん、配信でしか心を開いてないんで。まあそうですよね。ちょっとトラブルも多いんで最近。それはね、肩の重荷にもつながりますよ。あ、でも結果は出てるんですね。トラブルは多いんですけど結果は出てるんで、結果は残せてるんで、はい。まあ、自分の中で何を大切にしたいのかっていうのも、まあ、自分の胸に聞いていただいて、はい、それを軸に、はい、あの
するっていうのが一番生き方としてはいいと思うんですよね、うん、ご自身が納得される上で。あ、じゃあまあ配信を今主に一番に大事にしてるので、で、ただまあそれが何かのきっかけで変わることもあると思うので、はいはいはい、まあ定期的に自分の心の中をちょっとチェックしていただいた方がいいと思います、はい、いや幸せなんですけど、それは肩が重いなっていうので、はい、すごい切りますね。大丈夫ですか？うん、大丈夫。出た。あ、出た？今、切り間違いじゃないんです？うん、出したんです今。勝手にさっきみたいに裏返ったりするんで、はい、最適なものが。ああ、そうなんですね。そうです、ジャンプしたりするし。ああ、動くんですね。そうです、本当ハッピーミラクルですね。あれですね、うん、やっぱりさっき言った通りなんですけど、うん、自分の心の内ちゃんと誰か話せる人作って発信してください。ピンク、自分から出して、自分から出してください。ピンクプレアです、メッセンジャー。それが一番あれですね、メッセージを受け取り発信、でメッセージ受け取り発信っていうのは意味わかんないと思うんですけど、はい、これは何の株ですか？これは、ゼロワンさん、まあこれみんな一人一人にいるんですけど、はい、自分を導いてくれる人ってのがいるんですね。人、はい、人じゃないんですけど、はい、ちょっと身に見えない存在なんですけど、はい、ぶっちゃけ言うとそういう存在のことを、まあ、いろんな言われ方をするんですが、はい、ハイヤーセルフって言ったり、見えないもう一人の自分、本当の自分って言ったりとかするんですけど、はいはいはい、その方の指示、まあ、はい、ガイドさんみたいなのがみんな一人一人ついてて、はい、でこれは一人っていうわけでもないんですけど、その方に従うとですね、人生うまくいくんです、実を言うと、はい、で、そういうシステムになっていて、はい、なのでその人のしてほしいことをちょっとカードとして、はいはいはい、あと心の底から配信を楽しんでるかどうかっていうのはまあ、ちょっときますね、はい、それは伝わってくるんだけど、意外とね、重荷になってないか一度確認してほしいみたいですね、はいはいはい、このちなみにカードを作った人って知ってます？お会いしたことはないですね。なんていう方ですかね。作者さんは、はい、作者さんはサワローラン、はい、サワローランさん。あ、サワローさん、お会いしたことはないんですね。お会いしたことはないです。はいはいはい、自分の直感でこういうもの全部選んでいるので、これだね、はい、あー、セブレーションエントランドベストフォルチエクスペリエンスローファイトメントフォルベストフォルチ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 Create spaces that encourage play. ああ、そういうことね。OK。心の中多分
結構いっぱいだと思うので、はい、もうちょっと隙間をちょっと作ってほしいですね。あ、うん、で自分が本当にもうなんか夢中になるぐらい、はい、むちゃくちゃすごく楽しいなっていうことを、はい、ちょっとやっていただいて、はい、でリフレッシュしていただいた方がいいと思います。わかりました、本当にありがとうございます。はい、そんな感じです。はい、わかりました。ポルポンどうする？はい、やります。やる？はい、まあ、そんな感じですね。で、ちょっとね、はい、わかりました。いろいろ見えるんですけど、はい、見えるんですけど、はい、じゃあちょっとね、まあ、はい、ちょっと考えすぎないようにしてもらって。わかりました、よく言われます。ちょっと考えすぎないようにしてもらって、それも肩の重荷になるから。あ、アドバイスありがとうございます。でちょっとあのここの方もいいですか？はい、大丈夫です、はい、うん、ですぐ症状出ないんですかね？肩はまだ全然重いんですけど。そしたらもうちょっとね大丈夫なんです。ね、一番多分ね分かりやすいのは、はい、私は、まあ、遠隔でもいいんだけど、遠隔よりかは直接多分エネルギー流した方が早いんだよね。直接なんか触ったりもしてもいいんですけど。あ、それは大丈夫ですか？いいですよ。じゃあそちら行きましょうか。そうですね、そしたら多分ね、はい、その方がちょっと早いと思います。早いやつでちょっとお願いします。申し訳ないです。あれ、いい、ちょっとこれ滑るから。